というわけで場所を移ってみました。あのスモールフェイセスがこの辺にあったの、今ざっと引っ張り出していました、ね、スモールフェイセスっていうと内海さんは曲なりなんかインフォメーションなりメンバーなりパッと浮かぶのは浮かばないよ。浮かばないか、うん、あんまり聞いてなかったの。そっかそっか。どっかで流れてたらわかるかもしれない、うんうん、スモールフェイセスはまあ平たく言っちゃうとあのビートルズの後のイギリスのあのわっと出てきた勢力の一つで、ただブリティッシュインベージョンっていうとその後アメリカで成功したグループのことを言うけど、あのアメリカでは残念ながら成功しなかったんだよね。だからちょっと微妙なブリティッシュインベージョンに入れていいのかどうか。だからあのフルキンクス、うんうん、ストーンズ、スペンサーデイビスグループみたいなところとイギリス本国ではもうアイドル人気もあったような、グループで、それもそのはず、ルックスがいい、かっこいいんだこの人たちは。あ、なるほど。モッズのあのザ・フーと双璧と言われたモッズのグループでちょっと寄ってみましょうか。イエーイズーイエーイイエーイ。これは確かにハンサム、かっこいいんだ。で、どこに紙芝居と違って裏にないで、左からロニー・レインほいで、スティーブ・マリオットほで、イアン・マクレーガン、ケニー・ジョーンズ、4人 でベースで、ベースボーカルで、うん、ギターボーカルで、うん、でキーボードでドラムなんだけど、うんうん、でこの2人が共作をするっていう、まあ、レノ・マカートニーのパターンで共作をしてっていうのがあって、で、スティーブ・マリオットの歌がもう本当にいわゆるブルーアイドソウルと言われる、本当にシャウトが素晴らしいし、あのサム・クックやレイ・チャールズがすごく好きな人で、そういうようなカバーレパートリーなんかもそうだったりして、アクティブにして活動してって、で、まあザ・フーなんかとかなりだからやっぱり近い音楽をやってるんだけど、ただもうザ・フーがあまりにもこうなんていうのかな、テクニックがありすぎるから、うーん一回ザ・フーとソウルフェスで一緒に回ったらしいんだよね、うん、でその時に特にこのスティーブ・マリオットがフラストレーションが溜まっちゃって、へえ、もっと上手いやつとやりたい、またはもっとバンドを強化したいということを言って、ほうほうほう、もう一人ギターを入れようって言ったらば3人に反対されちゃった、ほうほう、でそのギターのやつと抜けることになっちゃった、マリオットは。あ、そうなんだ、うん、でその時入れようとしたギターがピーター・フランプトン、はい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 、あのその時はザ・ハードっていうグループでやってて、でザ・ハードが確かスモールフェイセスの前座かなんかだったかな、そこで知り合って、でこれはこいつはいいっていうんで、で一緒にやろうとしてバンドに入れようとしたんだけど、あの他の3人に反対されて、そこで作るのがハンブルパイという、なるほど、うん、結局スティーブ・マリオットはハンブルパイを作ることになります。そうか、それでスティーブ・マリオットの曲は、あ、じゃあ、スティーブ・マリオットの名前は知ってるんだな。おお、ね、そうそう、ハンブルパイを作ります。いいですね。でこの残った3人はね、ビアズリーの絵がよろしいですね、うん、オーブリー・ビアズリーって言ってあのイギリス人の有名なイラストレーターというか画家さんの絵がジャケットになってる、ね、なるほど、へえ、それは知らなかった。ね、そうなんでございます。エドガー・アラン・ポーのとかさ、怪奇小説とかに出てくるようなイラストに近いノリのっていうぐらいしか分かんない。まあぽいぽいそんな感じよ。うん、で、スモール・ベイゼスは、あ、じゃあさらにその後言いましょうね。で、うん、でその抜けた3人は、あ、抜けて、あのスティーマリオとか、まあ言ってみりゃあの看板だったので、うんうん、あの看板が抜けちゃったのでどうしようってなって、でギターとボーカルだったから抜けちゃって、で。それは痛いよ ね、バンドとしてはね。ギターにロニー・ウッドを入れる。ほうとなったらば、ロニーがロッドを連れてきて、それでフェイセスになった。ああ、そういうことか。最初はスモールフェイセスの名義でレコード出ちゃった。これどうやらミスらしいんだけど、うん、あの連絡がちゃんと行ってなくて、スモールフェイセスで最初プレスされちゃった。あれは。国によっては。そう。だから、3人は元スモールフェイセス。なるほど。うん、で、
スモールが取れたの。そう、単純にロニー・ウッドとロッド・シュアート背高かったからスモール取ったっていうバカな人たち、わかりやすい人たち。そんなネタがあったの。そういうことらしいんだけどね、フェリー選手。まあでもかっこいいもんね、2人ともね。だからもともと同じところからの、まあ、分かれたグループがスモールフェイスズとハンドルパリなんですね。でスモールフェイスズは最初、これがファーストアルバム、うん、さっき出したのはまあ、その直後の編集版、うん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 、かっこいいっしょって言ったらフォトセッションの別テイクっていうね。本当だね。まんま使ってる。そうそうそう。で実はこの1枚目を出した後にレコード会社移籍しちゃうの。あ、そうなんだ、うん、でまあ契約の何だろうな、悪いことだったのかな、こじれたのかな、そこまでは僕もちゃんと知らないんだけど、それで、でファーストアルバムはスモールフェイズズっていうタイトルで出すんだけど、うんうん、で移籍して出したアルバムも紛らしいことにスモールフェイスズっていうのね。これがめんどくさい。まあ通称、まあそういったわけでサードと言われるスモールフェイスズ。なぜサードかというと、これの直前にその前のデッカがこれ出しちゃったから。あ、これは本人たちにしと関係なく出されちゃったんだ。 その時期の、まあ、シングルいっぱい出してるみたいだから、うんうんうん、あと結構かぶってる曲も結構平気でダブらしてるというひどい状況なんだけど、そうこれが2枚目出ちゃったから、なんかもうコストを抑えて全部売っちゃえみたいな、すごい状態だね。本当そういうことね。でこれが出て、でこれが67年かな、8年か、まあ、それでだからもう債権の時代なので、うん、でこの人たちはあまりカラフルな方じゃなくて、ブリディストラドとか、はい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 、そちらの方に行って割と生ギターが使われたり、でもテープの回転で変な音を作ったりとか、そういうのことを、へ、凝ったこととしてはそういうことをやっていく。いいですね。うん、なんかせっかくのジャケットがライトに光ってテラテラになって見えちゃう。そう、袋がね。そうなん。失礼いたしました。そう、そんなこんなをやっていくうちに、めんどくさいけど袋出そうかねみたいな。それやりますかね。それでね。それでってまだね、ちょっと中の順番がちゃんとしてなかったので、それ今なんか棚から一つかみでそんだけ出てくるんだ。そうそう、でスモールフェイスズ絡みだけで一応こんだけあったの。うわー、ちょっとそれ見せどいひスモールフェイスズと、あとハンブルパイも一緒に僕しちゃってて、 S のコーナー、あーそっか、スモールフェイスズのコーナー入れてハンブルパイも入れてて、でハンブルパイのドラマってその後ファストウェイ作るんだよね。ファストウェイがあったり、わわわわ、そのところも一応一緒にしちゃってる。わわわわ、こんだけ、わわわわ、じゃん。ちょっと面白ジャケット特集だったのにスモールフェイスズに、スモールフェイスズ大脱線、ねね、まあそんなもんですよ、スモールフェイスズ面白いんで、ジャケットも。でさっき の、うん、イミディエットっていうレコード会社に移籍した後に出した2枚目のそのスモールフェイスズっていうやつの通称サードの次に出したのがオグデンズ・ナット・ボン・フレークっていうやつで、ほう、それはコンセプトアルバムだったのね、うんうん、ちょうど時代が時代なので、サージェント・ペーパーズとかトニーとかその辺の流れ、あ、丸いジャケット、すごい、タバコの缶のかっこいいなっていうので出して、ですごくこれがイギリス人の内輪受けみたいなの B 面で一大組曲やって、ナレーターがいて、それがすごいロンドンなまりで、ほう、僕も何言ってるかちゃんと役もちゃんと見たりしたようなことないんだけど、でほんのちょっとだけつながってるっていう、これは再発売のやつなので、うん、まだちゃんとしてるけど、オリジナル版は僕は持ってないけど、こういうのつながってる、すごいな、つながってるこう開いたりいろいろする、わう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 わ、なかなか破れちゃうね、だからあんまり触りたくないね。そんなものを出していただき、でこのアルバムを出して、でもその頃のライブやなんかがレコードにもなってたり、テレビでのものが最近は動画で見たりできるんだけど、ですごいかっちりしたロックンロールなんだけど、ほう、キヤーなんだよね、アイドルの、へえ、やっぱりルックスが良かったから、そうキヤーばっかり聞こえてる、へえ、そんな中ですごいソウルフルなシャウトを決めてて、でホーンセクションやなんかがその時はついたりしてやってるんだけど、なんかそれ LINE で撮ってないのねえ、だそれやればさ、うん、そのファンの声って別にさチューってボリュームで落とせる、そ う, そ, う そ, う、ね、そういうのが世に出たのがまた解散した後だったりしたから、
もしかしたら感染わざと入れたかもしれないけどね。あ、なるほどね。本人たちの意思じゃなくてね。それやだな。ね、俺の演奏を聴けみたいな。そう。それでそういうこともあって、であのピーター・フランプトンもやっぱりルックス人気があったから、そうだよね、顔は可愛かった、あのアイドル扱いになっちゃってだからちゃんとしたバンドやりたいと、うん、で、あのスティーブン・ウィンウッドがトラフィックに移ったりした時期で、うん、あのスペンサー・デイビスグループを抜けて、で割とアーティスティックなところで認められてた、あとバンドを作って出すまでにあのどっか田舎に行って合宿したとかね。田舎に行って合宿。そうまず合宿して曲作るっていう。てそういうような形で、だからハンブルパイも最初はそういうふうにあの4人で合宿して作ったアルバムが、でもあのちょっと地味なアルバムだったからあんま受けなくて、うんうん、残念ながら。でもシングルは結構キャッチなやつがあったんだけど。合宿なんかするからだよ。で2枚出して。それはスモールフェイスの後期と同じイミディエットだったんだけど、その後に A&M と契約をするんだけど、 A&M がまあ派手なことを多分望んだんだろうね、うん、それで派手な路線に移って、でさっきのあのジャケットのやつ、イラストレーターのイラストの画家の、うんうんうん、あのジャケットのやつ、ビアズリーのジャケットのやつですね。そうあと、もうあのウルトラマンエースかっていう、うわウルトラマンエースだってね、こういうのね、こういうロックオンっていう、そうなんだ、ロックオン、ちょっと光っていくかな、ロックオン、でも出すのは大変そうなのでそのままいきましょう。いや大丈夫です、ロックオンが出る、ジュイーン、ちょっとアップにしてみます。ロックの見開きはこうじゃないとね、内側ね、ねえかっこいいね、かっこいいっつう、はあ、ちょっとソラリゼーションを聞かしたね、うん、そうで、これなんかはこれアメリカで結構売れるようになる、割とシンプルなハードロックになってて、アメリカで売れる、そう、でマリオットが絶叫型で、うん、ロバート・ブラントにも影響を与えたと言われるような歌い回しが、そっくりの曲がスモールフェイスであったりするから、それは聞かせましょう、それはちょっと後で、残念ながら YouTube では聞かせられませんが、そうですね、スモールフェイスのファーストアルバムに入っている You Need Lovin という曲があります。これも元々のブルーズのカバーなんですけど、もうね、ホールロッタラブです。おお、ね、これは割と有名なネタなんだけど、ホララララ、そう、いやだって You Need Foolin って歌詞も一緒、マジでメロディーも一緒まあそういうのがあって、でまあハムルパイはそういう路線で、まあだから多分ゼップがバカみたいに売れてたから、うんうん、でこの会社は特に意識したんだと思うんだよね、ゼップみたいに君らもなれるのにみたいな風に多分煽ったんでしょう。でそんな中ピーター・フランプトンがやっぱりちょっとずれていっちゃうんだよね、あそういう方法あんまり好みじゃなかったんです。これでも1曲ピーターが歌ってる曲が入ってて、それがシャインオンなんだけど、それはソロになって大ヒットするすごいポップな曲なんだよね。でも他の曲とあまりにも合ってない感じが、そうだね、あの人すごいポップスっていうイメージしかないんだけど、そうそうそう、ね、でこの録音の後に有名なライブアルバムなんですけど、あまたかっこいいジャケットで、そしてロックのライブアルバムの見開きの内側はやっぱりこうじゃないとね、やっぱそうじゃないとね、かっこいいね、そういう、ほう、これでもやっぱりスティーブ・マリオットが歌う曲とピーター・フランプトが歌う曲と、あとベースも歌える人なのね、うん、で3人シンガーがいて、それぞれ個性があって面白いんだけど、やっぱりピーター・フランプトはもうちょっともう浮き出してる、うんうん、でこれを最後に抜けちゃう、あそうなんだ、うん、そう抜けてしまいます。ピーターでその後にギタリストが入って出すアルバムはどこに行っちゃったかな、さっき見たんだけどな、それがもう私のこよなく愛する、まあみんなこよなく愛してますけど特にこよなく愛する一枚が出ます。その中に、いやだなもう。本当さ店屋だよ。そうか。でもその。ピーター・フランプトン面白い。もうブラッククローズだとにかく。そんなみんな俺たちのことをストーンズだフェイスだって言うけど、ハンブルパイなんだからねってね。ああ言ってたなそれ。そうそうそう。それ言い張ってもどうなんだろうと思うけどさプロとしてみたいなさ
でもハーフパイなんだよね。どう堂々とパクリですって言ってあ、そう、パクリとか言っちゃった。インスパイ。インスパイアされてるんですよね。あれちょっとな。あのスモーキンって言われるものが出ます。おスモーキンはもうスモーキンがまたタイトルがかっこいいね。名盤の誉れ高い。そうそう、ジャケットのダサさとと、うん、なかなかあの言われるアルバムですけど、それ見つけ出さないと終わらないよこれ、ね、あれちょっと一回切ろうか、はい、どっか引っ張り出したっけかな。Thank you.